今日は怒ってます。まあ喧嘩っていうやつですよ。でもまあ大したことじゃないので全然いいんですけどね。まあでもね、今日は流しそうめんを買ったんですよ、機械をね。で、流しそうめん買って、花火も買って、でちょっとね、花火大会とかも中止になってるからこそ今なんかちょっと夏っぽいことしたいなと思って、まあ仲直りの意味も込めてやりたいと思います。なんだよ。なんだよ。なんだよ。終了。そうめんやっぱりイボの糸。イボの糸。じゃーん。流しそうめんの機械。欲しかったんだよね。うん。さて、問題です。はい、これから、何回これを使う機会があるでしょうか。そうだね。そうだね。いや、使おう。使いましょうか。使おう。うん。さあ、じゃあ、はい、というわけで、うん、回していこうかなと思われます、はい。思われます。お願いします。スイッチ？うん。うん！いや、すごい。じゃあ、ちょっと、入れて。すごい勢いで回っている。入れてっか。うん。いくよー。なんか、すごい音してるけど。はい。あー、すごい。はい、行きました。回ってる。はい、行きました。食べて。はい。あー、つかめた。うん。美味しい？美味しい。やっぱ、いいね。流れてるそうめんいいね。うん、ともちゃんも食べてみて。よし、いただきまーす。あ、おいしいおいしいね。もうちょっと流してあげよう。あ、ありがとうありがとう。薬味も入れてね。うん。みょうがうまー。もういいんじゃない？もういい？うん。ありがとう。ひょにょ。これ上から見たところ、すごいぐるぐる回ってる。うん、うん、うん。やっぱ冷たい方が美味しいね。うんうん、確かに。みょうが美味しいよ。うん。ほんとはさ、なんかすごいのあるじゃん。ウォータースライダーみたいなやつ。あるね。うん。あれも欲しいんだけど、はい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 。あれこそ使わないよなと思って。そうだね。あ、気をつけてよ。だいぶセクシーになってるよ。でもなんかさ、うん、浴衣こうやって腕まくるの、ちょっと、燃えない。あー。わかるかな、わかる。なんかよくさ、わかんないかね。学生の子がしてるイメージ。あー、暑いもん、浴衣って暑くない？涼しいものなの、そもそも。ものなんだろうけどね。あー、めんどくさくなっちゃうからさ、これ一気に入れていいですか？いや、いいよ。そんなこと言ったらさ、もうそのまま食べた方が早いんじゃないのって話になるから、ね、回んなくなっちゃうよ、うん、いっぱい入れすぎて回んなくなっちゃうから、とりあえずそれくらいちょ流しそうめんの意味天ぷらそうめん、はい、スーパーの天ぷら、天ぷらどれ食べる？俺ナス食べたい、うん、うん、うん、美味しい、美味しい、え、終わり？終了。何？やめて、壊れるから、こんなことばっかやってると。なあ、もうやめてくれない？ため息つかないでよ。エビ食べよう。これアスパラかな？ね、アスパラかね。なあ。ごめんね、急に発作が出ちゃうから、そうで。うん、知ってる。そう。急にね。うん、知ってる。急に覚えて叫びたくなっちゃう。なあ。
ないだろうね。まあ、まあ、まあ、ちょっとハモる。ああ、ハモる。ハモる。どうぞ。これやりたかった。ならば。はってね。あ、入れるそうめん。量もやる。俺が普通に音出せばいい。それにハモってくるってこと。いや、これ。あ、大丈夫です。なんでそういうのやってないで大丈夫。さっきさ、パン食ったんだよな。パンと目玉焼きね。うん。あとチキン。チキンも食ったよ。うん。2時間前くらいだろ。30分前くらい。どう浴衣。似合ってる似合ってるかな似合ってますかね似合ってるよ、ほんと。あ、じゃあもう、OK、決めました。何やっぱり、僕らの恒例、エロック食べる選手権しようか。あ、いいよ。みんな望んでるんだ。望んでました。こないだのさ、待ってましたって感じで、多分。こないだのやつはさ、翔ちゃんの方が勝ちみたいなコメントが多かったじゃん。あ、ははは。もう絶対負けない。じゃあ、いいよ。カメラに向かって、まず、りょうさんから。え、俺からなの？あ、どっちからでもいいっす。あ、いいよ、俺から行く。じゃあ、言っていただきましょう。りょうさんのエロい、あ、ダメだ、エロいとか言ってあるかもしれないから。うん。これ。はい。ほうほうほう。何が王なのかわからない。お願いします。いただきます。まあね、うちはただ単にそうめんを食べてる。そうめんまた、そうそう、そうめん食べてるだけです。そうめんを食べてるだけ。ごちそうさまする？うん。止めようか。うん。止めないの？うん、止めていい。ねえ、もうやめて、それは。はい、じゃあ、ごちそうさましようか。はい。はい。ごちそうさまでした。天ぷらはまた夜食べよう。うん。うん。お腹いっぱい。じゃあ次は花火をしようと思いまーす。イエーイ。やった。ひょにょ。そしたらですね、もう外もすっかり暗くなったので花火をしに行きたいと思いまーす。というわけで公園にやってきましたー。近くにここはお水もあるので安全にやりたいと思います。綺麗、いいね。わあ、綺麗だな。夏だね。夏だね。暑いね。うん。怖いよ。だんだん小さくなってるから。うん。綺麗だね。うん。早速カニ。うん、大丈夫。おお、すごい、綺麗。綺麗だね。多分ね、もう次のも用意しておいて、それでもつけた方がある。あっ、気をつけて。次の。うん。もうつけた方がいい。急いで急いで、つけてつけて。いい。蚊に刺された？うん。おお。あ、来た。わあ、すごい。すごいね。わあ。すごい、めっちゃチカチカする。すごいね。うん。でもさ、今年はさ、うん、なんか夏祭りとかも、ないけどさ、うん、来年とかはあったらいいね。そうだね。一緒に行きたいよね、また。また一緒に行きたいなぁ。ね。すごい綺麗。すごい、フラッシュが。ね。
また、うん、来年も、うん、ね、そうだね、来れたらいいな、うん、うん、花火しようね、また、はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。一緒に夏祭り気分を味わえたっていう方は高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もお願いします。ではまた。